赤岳は、長野県南作郡南木村、諏訪郡、原村、千野市、山梨県北都市にまたがる、標高2899メートルの山、八ヶ岳中心高原国定公園南部に位置し、八ヶ岳連邦の最高峰である。三名は、山肌が赤褐色であることに由来し、山頂は南方と北方に分かれており、南方に一等三角点と赤森神社がある。 北方には赤岳頂上山荘がある。南方とその南の権限岳との間はキレットとなっている。麓は冬はスキー客で夏は避暑地として賑わう。6月第1日には頂上で海山祭が盛大に行われる。日本百名山を目的として八ヶ岳に登る者はこの赤岳を目指す者が多い。また新日本百名山に選定されている。 赤岳山頂までの登山ルートは3種類あり、美濃湖港、正則寺尾根、県海尾根という3種類がオーソドックスだ。赤岳山頂までの登山ルートは、片道時間で、美濃湖港で約5時間10分、正則寺尾根で約6時間20分、県海尾根で約7時間10分となっている。ピストン周回コース、重装路族に、 小屋が竹などと言われるくらい山小屋の多い山域だが、美濃湖港から山頂までは特に山小屋が多く、登山道沿いに、美濃湖港、美濃度、赤岳高線、行者小屋、赤岳展望層、赤岳頂上山層と9県の山小屋を通過する。一方、清里、延山側からの登山道には山小屋はない。また、陶器にも営業している山小屋が多いのがこの山域の特徴である。 そのため、冬でも、比較的軽量の荷物で登山が可能である。一部の山小屋には、キャンプ指定地が併設されている。その他、南のキレットには、キレット小屋がある。阿弥陀岳から望む赤岳周辺の山や津ヶ岳の、最高峰の赤岳と周辺の、各山域の主要な山との位置関係は可表である。赤岳は、以下の河川の源となる山である。 赤岳山頂からの眺望を表示するには、右の表示をクリックしてください。赤岳南方から、北東側の眺望赤岳南方から、南東側の眺望赤岳南方から、西側の眺望。ありがとうございます。